少女は超能力者だった。目立つことなくただただ普通を演じることこそスパイの真髄。どこからどう見ても平凡な親子であるべし。なぜ目立つ。片手が塞がれてはいざという時の敵襲に備えられんが仕方ない。敵。何してる。警戒。まずいな。任務完了までにこいつとは良好な関係を保っておかねば。外交しかり、相手を知ることが和平への第一歩。愛を知ると世界が平和に。こいつ実は頭良くない。今からでも他の子に変えた方が。死んでたよ。どうした急に。どうすれば。ダメだ、理解できん。この非合理的振る舞いを。